俺普段ニュースピックスとかピボットとかよく見てんねんけど、そういうのね、見てるとね、まあ、最近はね、AI、そして、チャット GPT、そういうのがね、やっぱ、こう、流行ってきてるというか、もうこれは流行ってるというか、トレンドではなく、もう密着していくから、うん、そういうね、タピオカとかそういったものとはまた別で、だから非常に昔から興味持ってるんですけど、でチャット GPT を使ってね、アレンジレシピとか聞いたらいいやつ出してくれる世の中になってきてると思うねんな。いやもうシンギュラリティはすぐそば、そう言えるね、だからそんなシンギュラリティ前夜ですけどもチャットで唐揚げくんのアレンジレシピ教えてもらおうかなと思って、でいい回答来ると思うから、その回答通りにアレンジしたらむちゃくちゃうまい唐揚げくん今度できるからね。それが AI、 よろしくじゃあ早速ね、唐揚げくんのアレンジレシピ教えていただきたいです。これ教えてみたいな感じで、ヘイシリ教えてみたいなタメ口で言ってる人いるけど、俺はもう敬語やねそう、じゃあちょっと、はい、来ましたね。これすごいね、ほんまにもうすぐ来るから、唐揚げくんのアレンジレシピ教えていただきたいです唐揚げくんのアレンジレシピですね。まずはご飯にうずら卵を焼いてご飯に散らしますはい、それから醤油や生春巻きやお刺身など振る舞います。振る舞います。さらに大根おろしやプロセスチーズなどをトッピングします。お好みで香ばしい卵焼きなども加えると美味しいのですよなるほどな、なるほどなるほど、この通りにしたら美味しいなるからほんまにね、ちょっと何を言うとんねんみたいな意見もあると思うんだけど、俺はそんなことないよ、俺はまっすぐこの新しい可能性を信じてるから、じゃあもうこれでちょっと材料買って作ります。これね、唐揚げくん買ってきましたけども、まずはご飯にうずら卵を焼いてご飯に散らしますこれがどう取ったらいいのかな。ご飯にうずら卵を焼いて、ご飯にうずら卵を焼いてご飯に散らしますってことは、どういうことや。ご飯にうずら卵を焼いて、どういうことこれ何やこれ、どうむずいな。うずら卵を焼いてご飯に散らしますやったらわかるけど、ご飯にうずら卵を焼いてっていうのが2025年ぐらいの文法なんかさっき言ってんのかな。もうそう、文法、言葉もね、だいたい変わっていくし、そうそうそう、ら抜き言葉みたいなもう今ね、そのら抜いてるやんって言ってる方が古いぐらいやから、それみたいなことやろうな、これは。ご飯にうずら卵を焼いて、ご飯に散らしますっていうのは、なんやろ、これ。まず、まあ、とりあえず、うずら卵焼くんか。うずら卵。ほんまこれ缶詰マジで好きやわ。やっぱここ時が止まってて今時がスタートしたみたいな感じで、 AI とはまた別のアナログな感じがしてすごい好きなんですけど、缶詰これをあんま焼く経験ない焼き鳥とかでねあるよね、美味しいやつ。あーいいよ、こうメイラード反応がいい感じで起きてきますので、うん、いいかな。で、ご飯に散らします。散らすねんな。散らす感じや。これでまあ散らしてるか。はい、散らしました。ご飯にうずら卵を焼いてご飯に散らします。それから醤油や生春巻きやお刺身など振る舞います。振る舞います。振る舞いますってどういうこと？振る舞うっていうのはその佐野くんに振る舞うってこと、ね。そのこのタイミングで、醤油や生春巻きやお刺身など振る舞いますってことね。なるほど。
じゃあちょっと準備しまーす。どうぞ。醤油も。などって書いてたから、あの野沢菜をちょっと添えさせていただいて。じゃあどうぞ食べてください。はい。食べて、はい。いただいて。はい。どうぞ。これ柵から切りましたそう、だからそうなんか盛り合わせみたいになってないのはこれその柵から切ってやったからですね、うん、そっちの方が鮮度がいいからやっぱ振る舞うっていうことはねそういうことやから美味しい状態で食べてる、ね、さらに大根おろしやプロセスチーズなどをトッピングします。これどっちにトッピングすんのやろ これかでもさらに大根おろしやプロセスチーズなどをトッピングします。だから振る舞ってる間に大根おろしやプロセスチーズなどをトッピングするのか。なるほど、振る舞ってる間に白ないな、なんか白いな、めっちゃ白い料理これがいいんやな、その近未来って感じで無色の感じがこあ、いいかも、なんかいいかも。大根おろしね、うん、なんか白ないこれ、白いな、なんか白いけど、まあ、うん、いいかも。で、振る舞ってる間にトッピングできましたと。そして最後、お好みで香ばしい卵焼きなども加えると美味しいのですよっていう、うん、美味しいのですよってびっくりマークで言ってますから、それはもちろんお好みとは言わずね、ですよって言って入れます。香ばしい、あんま卵焼きを香ばしいって感じたことないから、結構油で香ばしくしたりね。あ、でも香ばしいかもこれ結構。うわ、すげえやっぱ AI 香ばしくはできるんや。なるほどな、なんかあんまりそうか、なんかオイルでめっちゃ焼くみたいなイメージはないけど、全然香ばしくすることも可能ってことやね。すごい勉強になるね。あ、だいぶ香ばしいんちゃう。これで。あ、ここに。あ、なんか、ほんま近未来って感じやな。でも、卵と卵やん。卵と卵っていうのは今気づきましたけど。卵と卵で。はい。ということで、これで、唐揚げくんのアレンジレシピ完成でーす。いや、唐揚げくんは？いや、唐揚げくんは？唐揚げくんはどうなのか。唐揚げくんはこれ、このまま食うのかな。こういうことかな。こういうことですか、うん、これで、どうしたいの？これおかずってこと？これを、おかずにこれを食べると、めちゃくちゃうまいですよってことかな。確かに先行ってるな、やっぱり。なんかその、アレンジってちょい足しみたいなんが多いけど、もうなんか別で足すっていう新しいジャンル行ってるから、さすが AI です。ではちょっと、いただきます。箸で食べるのも初めて。うん。あ、いや、これベリーうまば。うん。めっちゃ美味しい。ちょっとでも、ここからのこれ。うん。うん。うん。いや、正直うまいな、これ。いや、よう考えたら空は合うわって感じやな。ご飯にまず唐揚げが合うし、卵焼きあって、その、なんか定食をギュッてした感じかな。大根おろしとかもね、あったりし。これほんまに、え？これマジですごいこと起きてる。
うん。なるほどね。んで、目の前で全然別のジャンル料理を別で食べられてるっていう、その何だろうな。空間デザインみたいな。うん、新しい空間の提供みたいな。全く全然異次元の料理と、既存のまあちょっとこうグローバルなところもある感じで、そのなんかカオスな空間を生まれてる、その空間料理やねこれ、うん、空間クッキングすごいわ、空間クッキングやったんやこれ、すげえ、さすがですほんまに、うん、どんどんちょっとほんまにいます、俺は背中追いかけてる最中やけど、ほんまにどうにか追いつきたいと思ってさすが AI ビバ AI 、うん、うまい